はい、短期決戦です。10月16日、10時30分です。第1424回、ロト6の予想の準備をしていきたいと思います。予想の準備で、ミニロトね、1047回、ミニロト。8、12、19、25、26、ボーナス数9。OK。これね、今日から少しだけ進化したんだけどね。これね、少しだけ表を変えたんだよ。その少しが結構大変なんだけど。そしたらね、ちょっとね、わかりづらくなっちゃってね。もうちょっと時間があればあれだったんだけど。これで今、過去10回が入ったじゃん。で、ミニロトが、1047回。ミニロトがこれなんだけど、1424回。これで、いつも通り、過去10回と、今後6回が入ったじゃない。たら、1が何個あるか、2が何個あるかって、わかるんだけど、1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるか。で、ボーナス数字もわかるんだけど、重複が何個あるかね。そうすると、ここには入ってこないんだ。ここを何回かっていうのは出てこない。傾向がわからないか。今後6回と。あ、まだこれ出来上がってないんだ。この、何回中何回がどこにあるかっていうのは分かってないんだけど。そうすると、どうなってる？なんだ？これこうなってんのか。そうすると、ここに、自動化されてて、ここに入ってくるわけよ。2回使われてる、3回使われてるっていうのが分かってきて、1回も出てない数字が分かるわけで。6が1回も出てないとか、18が1回も出てないとか。全自動出現回数色付け自動化と全抽出数字自動化っていうのがあって、この全抽出数字が、どの数字が出てないかが一瞬でわかる。出てない数字が、だから、6と18と38の。挟まれた数字も一発でわかる。8と22と、かな？ 8 と22だ。でね、このね、被っている数字がね、どうしようかと思ってんだよね。被っている数字。これがね、4回以上、5回以上出てる数字かな？ 4 回以上出てる数字か。5回以上出てる数字にしようか。5回以上出てる数字。
5以上。5以上だと、11、12、13、14、15。多いな。20、24、36かな。参考回はこれ。重要数字がこれでしょ？ 5 以上。で、準重要数字は、ボーナス数字。9、11、12、15、33、36、39。参考回を見て目指す数字が、7、24、7、14、17、24、29、30、かな？こんだけだな。前回の数字からの連想展開、あ、これな。前回の数字からの連想展開もやろうとしたんだけど。前回の数字からの連想点。これもね、自動化できると思うんだけど、ね、前回の数字ね、11、24、29、36、37、42、13。これをやるだけなんだけどさ、こうしたいだけなんだけどさ、自動にするとね、結構ね、あれ大変なんだよ。で、並べると、これが出来上がりますよと。今回簡単だったでしょ？時間短縮できてるでしょ？ 7、9、11、12、13、14、15、17、20、24、33、30、24、29、33、36、39。これ出来上がる。準備が早い。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。